トマス・エイキンズ邸は、国定登録文化財で、ペンシルベニア州フィラデルフィア市マウントバーノン通り1727番地から1729番地に立つ。春工は1854年頃とされ、19世紀、アメリカで最も影響力があったとされる画家、トマス・エイキンズは、この邸宅で人生のほとんどを過ごした。1965年に、 国定歴史建造物の指定を受け、現在は地域の芸術家の共同組織が入居する。トマス・エイキンズ邸が立地するフィラデルフィア市中心部から北にあたる地域はスプリングガーデンと呼ばれ、マウント・バーノン通りの東西を17番街と18番街に挟まれた北側に立つ。4階建てのテラスハウスで地上1階から3階まではレンガ造り、4階は 木製のフレーム構造である。建物正面は三区画の右に玄関を廃止、長方形の窓は装飾のない大理石の枠と、マグサイシを施してある。このテラスハウスを1854年に建てさせた、セッシュベンジャミン・エイキンズは、画家の父である。父エイキンズは、息子の画室として1874年に4階を、木造で増築している。 父から1899年に遺贈されたトマス、エイキンズは1916年に亡くなるまで住み続けた。エイキンズは写実主義絵画の先鋒として、また写真を絵画制作に活用した画家として知られる。また、ペンシルベニア美術アカデミーで教弁を取り、一世代の画家を育てる上で人体のスケッチと描写に新手法をいくつも取り入れた。肖像画を多く手掛け、モデルは、 生まれ故郷でもあるフィラデルフィアのあらゆる社会階層から選んだ壁画プログラムはフィラデルフィア地域の芸術活動で建築物の外部に壁画を制作する活動の本部をトマス・エイキンズ邸に置いている。ありがとうございます。